どうも、哲学徒です。なんとかですね、ディアブロ3の方も、パラゴンレベルの方ね、4700超えて、まあ、シーズン25はね、まあ、過去私、シーズン23が最高にね、パラゴンレベルを上げていた時期で、まあ、4300まで上げてたんで、まあ、そこから444上げてるってことを考えると、結構ね、まあ、頑張ってる方かなとは思うんですけど、まあ、最近はですね、もうちょっとシーズン終わりも近いんで、なるべくね、まあ、基本的に一番、効率がいいところとしてはね、まあ、だいたい145あたりをね、回すのが、まあ、時間効率的にはいい感じなんですけど、まあ、なるべく150たくさん回したいなってことがあって、150も、ずっと周回してるような感じなんですけど、まあね、145をまあ結構回してた時に、まあ主に、なんていうのかな、なんていうのかな、周回でも特に早く回せる時ってあって、やっぱり、100回に1回ぐらいね、やっぱり、まあ普段アベレージが、まあ5分ぐらいだとして、まあ、4分とかね、3分50秒台とかね、そういうの出たりするんですよね。なので、まあ、今ね、一応6分半までね、記録は縮めてるので、まあ、そしたらもう最後はレベル上げもやりつつ、まあ、150ひたすら回して、まあ、そういったね、100回に1回の当たりマップで、記録を狙っていくっていう方法が、いいかなと思って、まあ、この方法に切り替えたんですけど、まあ、一つね、結構メリットとしては、まあ、なんていうのかな。立ち回りとか特に、低い階層と高い階層で変えてないって方もいらっしゃるんですけど、まあ、実質的にはね、結構、私なんかの場合は結構、立ち回り変えちゃってたところがあるんで、まあそういうことしないで、もう150の立ち回りを常にしていく。で、なんか、こここうした方が良かったなとかね。例えば今みたいにこう、敵の数がちょっと減っちゃってる時って、青のね、象の欠片なんかだと火力出しづらかったりするんで、うまいことこう雑魚をね、残してやってったりとかね。そういう立ち回り上の工夫っていうのもあるんで、まあ150周回をしたことで、まあ結構ね、その、なんていうのかな、当たりマップ以外のものですね。特に私でもマップ厳選をすると、当たりマップ以外のマップが来たときは、やらないとかね、そういうことをやっちゃうんで、まあどうしても当たりマップの次マップ、2マップ目っていうのは、ランダムで違うものが来る可能性もあるんで、その時の処理能力っていうのはなかなか育たなかったりするんですよね。なので当たりマップ厳選はね、もちろん終盤になったらやるべきだと思うんですよね。ラスト最終日で金飯がね大量に残っても仕方ないので、そんだったらもう最後は、当たりマップ以外はもう閉じていくようなね立ち回りにしようと思ってますし、まあ6分出すときもね、やっぱりちょっと、100マップぐらいを、ある程度の短い時間で回したいと思ったので、金飯100コマ消費して、で当たりマップだけ、タイムアタックで、集中してやるっていう方法を取ったんですけど、まあ一応の目標はね達成できてるので、まあここから5分台狙う、そういう紙マップを出すためには、まあちょっとね、数をやっぱこなさなきゃいけないかなというところもあるので、まあ150周回が、意外といいかなと思ってます。やっぱりなんか常にこう、もしかするとワンチャン、タイム縮められるかもっていう期待感がね、いつもあるんで、まあ、周回のモチベーション的には結構高くできたりもするんですよね。145だと、まあ、記録には関係しないっていうところもあって、どうしても気持ち的に、なんていうのかな、早く回そうっていう気がやっぱ落ちてきちゃったりするんですよね。まあ、特に長時間レベル上げしてたりすると、あるんですが、まあそういうモチベがね、高く保てるっていう意味では、結構ね、150周回いいかなとは思ってますね。まあ当然ね、まあ今こうやって雑談動画やってると、たまに立ち回りおかしくなってるとこあるんでね、雑魚を焼きすぎちゃってたりとか、あとまあ特に眼球ですね。眼球の指は結構大きいので、85% ダメージアップっていうのがつくので、やっぱ眼球はなるべく踏みたいんですけども、そういうとこの立ち回りがね、ちょっと適当になったりはするので、
まあ、基本やっぱり話しながらやるってあんまりよろしくないという感じはしますね。話しながらやってもあんまりクオリティ変わらないよっていう人もいるんだけど、やっぱり後から取り直したものを見てみると、結構やっぱり話しながらやってると注意は散漫になるので、なかなかね、そのベストタイム狙うっていう意味ではあんま出てきてないのかなっていうところはありますね。まあ、気楽にやるのも一番なんで、まあ、150周回しつつラストまで走り抜けられたらいいかなーなんてことを思ってますね。まあ、ちょっとね、まあ、150回してまだレベル1個上がるんで、まあ、5000まではね、頑張ればいけるかなとは思っているんですが、まあ、そこら辺はね、シーズン26の開始日と、あとまあ、ラダーの開始日をちょっと考えながらね、スケジュールを合わせていこうかなと思ってますね。まあ、4月になるとね、私、本業の方もちょっと忙しくなりそうなんで、配信の頻度なんかは下がっちゃいそうかなと思いますので、なるべくね、まあこういった動画を撮ってない時は、配信をして皆さんとね、コミュニケーション取っていければいいかな、なんてことを思ってますね。なんとかね、10分はね、切れるようにはなってきてるんです。コンサート切れるようになってきてるんですけど、まあその先だよね。こうやってキル数が伸びちゃった状態でやると、やっぱどうしてもグローリーがね、切れちゃうんで、そこがネックだったりはしますね。こういうマグマがね、結構やだよね。取れるかな。まあでもなんだろうな、150周回ってかなりパワーワードかなと思うので、まあ、150ってもうそこ最後やってところはあるんで、まあこのね、まあ2シーズン特にこの火力のバランスは続いてるんで、まあね、最後にまあちょっと150で、無双したいっていう方はね、150周回やってみるのもいいかなと思いますね。なんだろうな、レベル的には3000超えてる人なんかはね、もう150で周回してもある程度もうマップも取れると思うんでね、いいかなとは思うんですけど、まあね、結構視聴者さんでもこれからギリギリで150入りを目指してる方も結構いらっしゃるんで、何かねあれば、まあ配信中であればね、何でもお答えしますので、まあちょっと150攻略で悩んでるよとかっていう方もね、ぜひぜひお気軽にね、配信とか、まあ、この動画にでもね、コメントいただければ、また何かね、役立つことがあれば、動画作っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。そうね。まあ、最後にね、導き取れたんで、まあ、7分台は出そうな感じですね。そう。なかなかね、難しいとこがあって、どうしてもね、5分ってなると、その出せるマップも限られてきちゃうんで、最後ね、ワンチャン5分台っていうのが出るかなっていう感じで今ね、たくさん回しているところでありますね。はい。まあやっぱり毎回記録更新、まあ雑談してる時もそうですけども、のチャンスがあるっていうのが、まあ一番ね、150周回で楽しいところかな、なんてことを今、感じてますね。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。